ダンダダ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 ンダダダンダダダンダダダン。何してるんですか、アミリちゃん。今から離乳食を作ろうと思います。やっとやっといよいよ。そうです。ソラちゃんがいつも食べたかってるから。ソラちゃんが母乳から卒業して、次のことは 90% は母乳の中だと思う。あ、そう。ソラちゃん、こう涙見て、この涙、ポロリの涙。さっきまで散々泣いたからだよ。かわいい。今日の輸入食のメニューは何ですか？メニューとかはないです。メニューとかはない。最初の始まりはだいたい10倍貝から始まるらしいです。10倍、うん、10倍に薄めたお粥。ああ、そういうこと、うん、だからまあ、なんでソラちゃんいつもチョコも食べてるのに。最初のやつだから練習含めて、ただ飲み込む練習、うん、とかで、まあ、大さじ1杯分。ああ、それだけ。そうだよ。これだけ。これ明日も作ろうかな。明日も作るの。様子見。うまく作れるか分かんなくて。で、まあ、1杯分入れたから、うん、多すぎ、絶対多すぎ。全部入れる。あーうーあーうーじゃあどうせふにゃふにゃがいいんだから。分かった。いいか、待って。サラちゃんが呼んでますよ。あ、でもこう言えばなんか君の料理の動画初めてじゃないですか。料理ではない。料理はここにあります。君の料理の動画、あと今日食べた君の料理。まあ、でもだとしても今日初めてですよ。まあ、1回分しか作ってないからちょっとよくわかんないんですけど、本当はまとめて作ってそれを冷凍して今後食べていくじゃん、うん、でもちょっと心配だから1回分だけ作って。ああ、本当にもう1さじ分だけ。1さじ分だけ今日はやります。分かった。で、サラがもし美味しく食べてくれたら、まあ、どうせ明日からね徐々に練習しなきゃいけないから、うん、そう。まあ、とりあえずそういうことですね。わかりました。ご飯を待ってるソラちゃん、足のポーズがセクシーですね。今日アンパンマン。今日アンパンマン。今日 の, あの気分はアンパンマンらしい。やっぱママ溢れるの。ソラ遊び方うまく遊べる。かわいい。どうですか。まあ、柔らかさはそれっぽくなった。柔らかさ。で、このあと10分置く。まだ今は火つけないで。あ、火つけないで10分置いとくの。蒸すために。ああ、蒸しても。わかりました。はい、蒸した後に潰したら OK。 そらちゃんに食べさせられる。わかりました。そらちゃんも楽しみらしいよ。手を振りながらチョコ食べれば。ソラちゃんチョコ食べてる。ソラのチョコ。あ、くれるの。君も食う。いや、くれるんじゃない。攻撃するじゃん。なんでよ。食べないの。チョコ食べないならママが食べるよ。こうやってあんまんまんまんってあんまんまんまん。お、ちょっと食べたじゃん。うん、ちょっと食べたじゃん。ソラちゃん、全部なくなったぞ。全部食べてるぞ。あ、返せって。はい。あ、食べた。どう、サラちゃん、どう、うまい。これじゃない。騙された。ほほ、できてますか。多分。あれ食べれるの？これをまだ潰すんだよ。食べれるだろう。でも最初どっちみち小さじ1杯から始まるんだよ。でも何も味付けしないの。味付けはしない。後でだしとか使っていいんだけど、うん、慣れてきたら、うん、最初は炭水化物だけ、あ、アレルギーかもしれないから、うん、いろいろ混ぜると何が悪いのか分かんないらしい。ああ、確かに。だから最初は本当に一個一個、うん、ちょっとソラちゃん見てきて。私がちょっとしてられる。ソラちゃん怒ってる。分かってる。なんで？なんで？
なんで怒りの神々。なんでなんで、母ちゃんなんで。턱받지턱받지라고해요설아야턱받지해야지턱받지하트턱받지 턱받지は食べるもんじゃないぞ食べるもののために턱받지をつけるんだぞいっぱいじゃじゃんドゥドゥンドゥドゥン関心ある。ドゥドゥンドゥドゥン。スーちゃんこれ食べてみる？ドゥーあ、出てる。お、お、お。どう？もくもくもく。食べましょ。お。スプーンかね、でもちょっとちゃんとしたやつ欲しいかも一番ちっちゃくてこのティースプーンしかないから赤ちゃん用のやつ買わないとうちらどうしたらもう食べてるっていうか手で取った触っていいよどういう感触かも知りたいでしょなんか興味津々だぞこはないんじゃない？だって何も味もないもん。ちょっとおえってなったけど。それはそうだよ。今までまとめてなんか栄養分の塊が飲みやすい温度で飲みやすい形で自動で入ってきたのと比べると、これは大変ですよ。それは麦茶とかにもおえってなってる。かわいいでもやっぱすぐこぼすねこういうの必要なんだ本当に10倍がいい正直私7倍ぐらいになってる気がする今、うん、からかなそうしたでも食べること自体をしてくれるんだねそうそうめっちゃ食べるものに一応興味はある、うん、まあこんな感じで、うんまあ、今日はこの1日目のチャレンジでしたで終わりもうちょっとこれを1週間続けて、うん、一応関心はあるみたいでおいい成果ですねそれはあとはうまく作ってあげれればってことですちょっと失敗したかも分かった2日目のチャレンジちょっとね昨日の反省点を生かしてデザートスプーンだからちっちゃくしましたゆうちゃん、お腹空いてたからね、さっきまで食べてみる？なんで？微妙？お米、ご飯だよってるけど、ベロの上にある。それを下喉まで持っていくんだよ。ゴクって。ほぼ出してる気がするんだよ。出してるけど。ね。どう？なんか不満が。思ったより美味しかった。いつも。パパとママ美味しそうに食べてるけどなんか味ないしこれ何みたいなこれからねもっといろんな味のやつ食べれるからこれで練習なのよ練習じゃないですかちょっと今日はパサパサなんて顔は見せられないけど